話聞いてまいりましょう。先ほど見事勝利しましたチーム A ですが、今回いかがでしょうか。勝ちます。勝ちますか。はい、圧勝の A なんで。さっきの B と K の試合見て、 B いかがですか。結構ゆかちゃんが強いなと思うんで、ゆかだけマークしとけば勝てます。ゆかだけマークしとけば勝てます。さあ、勝った勢いで2連勝で1対チーム B、 どうですか。いや、チーム A はなんだかんだこう言いながらも悠々と勝つイメージがちょっとあるので、チーム B さっき今もう試合終わったばっかりちょっと疲れてるので、ちょっとうまい具合にみんなでローテーションして声出し合っていきたいと思います。早速参りましょう。わかりました。それじゃあ参りましょう。第3試合チーム B 対チーム A、 よーいスタート。オールオール第3試合チーム A vs チーム B。 各チームの出場メンバーはご覧の通り。チーム A 対チーム B、 果たしてポートボール第1位はどっちだ。週刊 AKB 球技大会第3試合、この勝負勝った方がポートボール優勝となります。バット決めてきた。早速小林が決めてきました。先制したのはチーム B です。これで2対0、チーム B2 点リード。中川アウトサイドからシュート、これは苦しい体勢でした。ボールは前線へ、近野が前へ前へ向かっていく。ここをカットしました。小林は高城が狙ってきた、狙ってきた、どうか外れた。さあ増田です。増田から前へ、ボールが通った、シュート決まった。小林、またしても小林、あいつは来たと思う。パス、この増田から小林のラインが生きています。小林疲れてません。みんなが疲れてるのに小林一切疲れてません。チーム B3 対0、あっという間に3点リード。またしてもシュート、これは外れた。鈴木は掴むことができませんでした。まず1点、まず1点取れ。3対0、チーム B3 点リード。さあ、チーム A としてはまず1点返したい。中川前線へ、中川前線へ、1人で行った、決まった。大谷しっかり掴みました。3対1、松田から前へ、それをカット、そして前線へバウンドパス、これは通らない。高城のガッツあふれるプレーがありました。さあ、増田から前へ、小林には通りません。小林しっかりマークされています。ゴール前でしか活躍していませんが、これは効いている。決まった。中川また決めてきた。これで3対2、点差は1点。勝ったチームがこのポートボール優勝です。この1点1点が後に大きな影響を与えてきます。島田から大きなパス通った、そのままシュート決まった。すごい、またしても中川決めてきます。増田にはぴったり2人マークついているか。そして前には通らず、またしても中川シュート決まった。あっという間に逆転しました、チーム A。 今度は1点リードしているチーム A です。おしっかり島田が体を張ってガード、ガードマン島田が光っています。またボールは増田、増田から出しどころがないか、スティールした、増田からボールを奪ってシュート、これは決まらない。4対3のまま点差は1点です。チーム A リード。中川ボールを取った、今日中川は当たっている。しかしここを抑えられました。増田が前へ、前へ向かう。さあ、スティールしてチーム A チャンスボールになった、顔面に当たった、顔面に当たった。ガードマンから今度は大谷の顔面をヒット。しかも前へ、そのままシュート決まった。これでチーム A チーム B 4対4、同点になりました。先制でフィード、また中川決まってくる。中川が当たっています。佐藤が前を向くが、これは奪われる。
前線へ、前へ、これはガードする。あっとこれは激しいプレーになったが、どうか決まった、決まります。この中川の高いシュート、7対5になりました。またしても松田ロングシュート、残り時間30秒、前半残り時間30秒です。その差は2点、チーム A が7点、チーム B は5点です。これが決まった、森が決めてきました。増田が止められた。さあ残り時間10秒切りました、前半残り時間10秒切りました。さあ時間がなくなった、増田シュートいけるか、ここでブロック、最後は島田のブロックです。前半チーム A チーム B 8対5チーム A 3点リードです。当たりが強いですね、アクチュが強い、てかね、めっちゃマークされてるからさ、その時にユカが引いたチューバー、ユカちゃんのマーク誰もいない、ユカのとこに行くんじゃん、パスするんじゃん、散るじゃん、その時にユカ入るから、そこパスして、ユカ、だから地下のこと確実に取れる子が近くに倒れてない、そうだった、地下のと一緒にボール回し、うん、オッケー、いやでも3点差ですからね、えこの調子で行きたいよね、さあ、時間取れます、ユカの場合って遠くからしか入れないから取れない、どうせ取れないから、じゃあハミゴン動ける人を入れる、ハミちゃん、ハミちゃん弾ける人どうか覚えてます、増田さんに増田さんがもう終わりやねん、パスをもうちょっと回せたらいい、自分で言えないように、多分ハミゴン、ハミゴンね持ちつけちゃうから行けると思ったら回り見てね、たまにね、カナがねいいとこにいるから、そうそうそう、カナちゃんがゴールしてもらって、さあそれはもう弾く、大丈夫、ロングシュートの場合後半メンバー変更し最後の勝負をかける両チーム、勝利をつかむのはどちらのチームか、週刊 AKB キューブ大会ポートボール第3試合、この試合勝った方がこのポートボール優勝となります。さあ後半が始まってチーム A が3点リード、外からシュート、これはしっかりガードしました、もう一度シュート決まった、森が決めてきた、森のタップシュート決めてきます、森ブロック、しっかりブロックした中田、さあ高城が前を向いてロングシュート、決まった、大谷がしっかり掴みました、これで10対5、そう外から決めてきた北原、そして増田がまたしてもシュート、決まった、2点連続、あと3点、さあ10対7になりました、当たっている中川から森へ、島田へ、そして外から高城、シュート決まった、そして増田が突破を図る、そのままシュート決まった、増田のまさに一人舞台、ワンマンショーになっています、森からインサイド、これはしっかりガード、ガードマンがしっかり掴んで増田へ、増田から前線へ、さあ北原から前へ、これは掴まれた、島田が来た、島田が決めてきた、研究生の森、そして島田光っています、あ狙いすぎたか、シュート、これは届かない、森ちゃん、さあ12対8、チーム A がリードした状態で、さあチーム B 追いつけるか、ロングシュート、もう一回いった、決まった、ありがとう、近野が決めてきた、
鷹城前へ、鷹城から島田、島田から外、これは通らない、外へ森、森に通ったシュート、シュート決まった、やはり松田です。一旦下げてもう一度、あと1点、外からのシュート決まった、武器。さあ残り時間は1分です、残り時間は1分です、残り時間1分、残り時間、この勝負勝った方がポートボール優勝です。ロングシュート、残り時間1分、残り時間50秒、残り時間50秒、松田14対13、1点差、ボールを松田に回せるか、しかし柴田が取って逆にシュート、ブロックした、ブロックした、ブロックした、さあ時間が30秒です、松田に通った、松田、あっと足に来た、ここでチャンス、中川シュート決まった、これは決定的な1点、残り時間20秒です、残り時間は20秒、増田さんやっぱすごかったです、うん、なんか顔に似合わずすごいですね。あ、本当ですか。なんかすごいアイドルっぽいのにドリブル打つと目が変わるんですよ。威圧感がすごく、秋元才加の第2世ですよ。秋元さんまだご健在なんで。というわけで第3試合はチーム B 対チーム A、 15対13でチーム A の勝利。